クレメンス3世は、第174代ローマ教皇。イタリアのローマ出身。サンタマリア・マッチョーレ教会で育ち、長じて、主席司祭になった。その後、パレストリーナ司祭、数奇教に助任された。1187年12月17日に、先代のグレゴリウス8世が死去すると、次の教皇選挙が行われた際には2番手の、票数であったが、 一番手に選出された人物の事態で12月19日に教皇として即位した。この頃は第3回十字軍の遠征が行われており、クレメンス3世は神聖ローマ皇帝であるフリードリヒ1世とは睦することを模索し、平和協定を結んだ。1190年にフリードリヒ1世がキリキアのサレフ川で沈没すると、後継者のハインリヒ6世に、 皇帝の退官を約束してなおも友好関係を維持しようとしたが、ハインリヒ6世は妻がコスタンツァであることを理由にシチリア王位を狙うべくイタリア南部に勢力を伸長しようとした。クレメンス3世はこれに反発し、教皇、皇帝は再び対立状態となる。教皇はイングランドのリチャード1世やタンクレーディと共同してフランスのフィリップ2世と手を結んだ。 ハインリヒロクセイと対抗したが、1191年3月20日に死去した。ありがとうございます。